皆さんこんにちは、さえぎさくらです。瀬戸ことかです。この度、セブンティーンとコラボしたリュックが発売されることになりました。イエーイ。昨年コラボしたリュックがすごく大好評だったみたいで、今回はコラボ第2弾です。実は今、私たちの前にこんなたくさんリュックがあります。じゃーん。すごい量だね、これは。いろんなブランドさんのリュックが並んでるので、それを2人で高校生代表として使い心地とかをチェックしていきたいなって思います。いっぱいあるから大変だよね。そう、今日はいっぱいありますよ。去年より増えた。本当に。去年より丸くしたいなっていうのはある。わかる、ね、去年のもね、結構角は取ったけど、より丸い。どれがいいかな。これ可愛いんじゃない。もう丸い。卵みたい。え、よくない？軽い？軽い。すごい軽い。え、これめっちゃ好き。女の子っぽくていいんじゃない？うん。さあ、ということでまずはこちらが昨年セブンティーンとコラボしたリュックなんですけど、こだわりにね、こだわったリュックで、こだわったね。まあ、大好評だったみたいで、売り切れてしまったみたいで、なんですけど、今年また再販が決まりました。丸みを帯びた女の子らしいデザイン、チャームセブンティーンダンス部をイメージしたカラーということで、見た目すっきりの背面メッシュ、サイドポケットは両端にゴム付き、便利な背面ポケット付き、持ちやすい長めハンドル、タブレット PC 用ポケット付き、撥水&抗菌素材で毎日安心っていう感じで、一応特にこだわった。そうだね、8つのポイント、ね、詰め込んだリュックです。リュックです。ということで、まあ、いろいろリュック見たんですけど、2人とも、そう、これはね、そう、この形が結構可愛いなって思ったので、うん、より丸っこく、うん、去年も丸くしたけど、ね、より四角さをなくした感じがまた違って可愛いなって、うん、そうだね。じゃあこれ参考にして、うん、作っていきたいと思います。去年もなんか初めこんな感じだったんだよね。そうそう、去年も多分初めこのメッシュだったんだけど、うん、このいい感じの細かいメッシュ、うん、あまりメッシュに見えないメッシュにして、うん、それはなんか今回もしたいよね、うん、で、1個私気づいたんだけど、うん、前回のリュック、ここの腕の部分が普通のメッシュなの、うん、これも同じにできたら嬉しいなぁみたいな、うん、でも横ポケットさ、ゴム良かったよ、ね、本当に。なんかやっぱこういうのだと、ここがガバガバ開いちゃうから、うん、そうそうそう、それこそなんか雨水とか、私結構リュックの横に溜まっちゃって、そうなんだ。そう、これみたいにちょっとキュッて閉まってる方が、うん、そうだね。で、広げやすいしね、うん、入れやすいし、ね、やっぱこれはこの形がいいな。これいいよね、うん、あと思ったのが、うん、高さがもうちょっと低くてもいいのかなっていう、このポケットで。ね、わかる。なんか最近すごいこんなちっちゃい水筒入れてる子とかいるし。確かにね。あとここになんか、うん、もしかしたらパスも入れてるかもしれないから、取り出すかもしれないよね、こうやってね。なんかもうちょっと低くてもいいのかなって思った。中にもまた、うん、ほんとだ、すごい、これ結構いいね。鍵入れたりとかして ね、中見やすいのもあれば、うん、中を見せないように、うんうんうん、できるポケットもあって、ペン置いて入れるような、こう細い、なんていうんだろう、ああゴム、ね、そうそうそう、みたいなやつとかをついてるといい、なんかいい気がする。確かに確かに、うん、つけよう。私もなんか部活で、うん、ペンを使うんだけど、うん、一応部活専用のペン入れてるから、そういうのここに入ってるとピッて取れるから。確かに、筆箱ごと出すのめんどくさいもんね。そうそう、シャーペンとボールペン1本ずつとか入れておけると便利かなって。中の色って、あ、真っ黒でもいい気もするし。いや、わかる、真っ黒だと多分汚れとかが目立たないから。そう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 、案外やっぱシャーペンのこう、なんかそうなの、そうなの、ペンのってついてたりするんだよね。でも中が明るい色だと可愛いんだよね。これも可愛い。可愛い、わかる。何がいいんだろう。何がいいんだろう。もうちょっと深めの色とか。これが黒だったから色付きでもいい気がする。え、わかる。思った。前回は真っ黒なんですよ。そう。外も中も。なので今回はちょっと変えたいよね。変えたい。ちょっとね、ちょっと新しくしたいので。うん、あります。ちゃんとここに。あら、深い。ここまで。ここまで手入るんですけど。本当。
リー、あら、こんにちは、吉野由里。左利きの人からも右出すのかな、どうなんだろう。左から出すんだったらこっちにもつけてもいいかな。確かに2個あってもいいかもね、サイドに。で、なんかつながってるとか。あ、なんかつながってるのあり。うん、私ちょっと1個気になったのは、うん、ここの紐、なんかリュックを背負ってる時にさ、紐がなんだろう、あ、プランプランしてるの、なんかちょっと女の子らしさに欠けるというか、うん、スクール感がより出ちゃう、ね、より出ちゃうから、なんか私服でも使いやすいリュックにするには、うん、これね、こうやってあえてる時にここにペロンペロンしちゃう、うん、これをここになんか輪っかみたいなので、ピッて、うん、止められるといいね。止められるとよりコンパクト感が出ていい、うんうんうん、いい気がします。確かに。私さ、めっちゃ荷物が多いの、うん、学校もなんか本当にそんな教科書いるってぐらい入れちゃうんだけど、うん、やっぱ背負わされてる感がすごくて。そうだ、だからなんか、うん、ここの下のまちは太くて上をちょっと薄くしたら、なんか結構私リュックの中で教科書をこう背負ってて倒れてるんですよ、前傾姿勢みたいな感じ。あ、分かる分かる分かる。もう絶対こう形になっちゃうから、か、案外こういう感じで前に倒れてもちょっと上部分細くてでもちゃんと入るよとかだと。確かに教科書全部こんな高いことないから。え、そう、大体ここまでなんだよ ね教科書。そうそう、だからもうちょっとここキュッて。確かにここのまち三角形っぽい形で、台形っぽい形、うん、だとなんか確かに重い人でもちょっと気になるんじゃない？そうそう、気にならなくて済むかなとか、うん、ありあり、うん、こうやって全面これだとどうなるの？これってことね、全部この中固い布みたいな、その方がシンプルで可愛いけどね、うん、私はこのテープの部分をなくして、うん、全部このこの素材、この素材、うん、ちょっと固めのしっかりした素材とかだと、でそれだとなんかずっと立っててくれそうだけどね。そうそうそう、良さそうだよね、すぐ、うん、去年ってそこ一緒だっけ？そこは、うん、あ、一緒だね、一緒だね、うん、あえて黒バッグに黒文字も可愛い。ああ、確か、それいいかも。黒バッグに黒文字可愛いよね。ね、ちょっと生地が変わった黒とかだとなんか、うんうん、おしゃれかもね。そうそうそう、ちょっとツヤのあるこういう生地の、うん、素材違いは可愛いね、うん、このジッパーを、ジッパー、これを長くして、うん、アップルペンシルで入れられるようにするとか。え、本当私今入んないかなって一瞬思ったんだけど、クリーナーとかしか入んなさそうだな。そうなんだよね。これを横に広くして、うん、いいかも。でも開けづらくない程度の長さがいいよね。ここら辺まで測って、うんうんうん、開けて、でジッパーついてて、うんうん、中に入れられて、そうしよう。いいぞいいぞ。私は盛りだくさんのリュックになりそうですね。なりそうですよ、本当。楽しみだね。楽しみ。よりパワーアップしたリュックをお届けできると思うので、うん、完成まで楽しみにしてください。サックスバーさんの展示会にやってきました。すごい、見てよ、めっちゃいっぱいありますね。部屋全部にリュックがあるよ。すごい、選び放題。今日はあの先日こっちゃんと2人で考えたコラボリュックがついに完成したということなので、そちらを見に行きたいと思います。ですがその前 に、みのりちゃんが実はポスターを水彩画で描いてくれたみたいなので、はい、こちらをまず皆さんにお見せします。はい、ゴーゴー、じゃーん、こちらです。すごいよこれ。これはあの水彩画とペンで描きました。この背景が水彩画になってて、この真ん中の女の子をペンで描きました。今回その青春をテーマに描いたんですけど、うん、全体的に青で統一して、その女の子がその青春といったらその夢と希望とか目標っていうワードが出てくると思うんですけど、それに向かって走っている姿を描かせてもらいました。この絵はリアルにいつも下校時間に見てる瀬戸内海の海でございます。帰り道に見ている風景を描かせてもらいました。素敵。これどのくらいかかったの？これ10時間くらいかかりました。10時間ですね、皆さん。10時間かかりました。特に背景を描くのにこだわったんですけど、うん、この海のキラキラ感がより青春、すっごいキラキラしてる。すごい、素晴らしい。さあ、ということで本題のリュックを見に来たいと思います。ありがとうございます。じゃじゃーん、見てください。すごいコンパクトで可愛いですね。ねえ、私のデザイン、こちらがセブンティーンコラボのリュックとなっております。はい、すごい使いやすそう。たくさん中とかにもポイントがあるので、うん、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。
ね、たくさんアイデアを出していただいたので、はい、もうできるだけ詰め込んで頑張って作りました。ありがたいですまず形なんですけれど、はい、可愛らしいデザインになってる、はい、なんかコロンってしてる、可愛い、ぐるっと一周させてください。はい、そうすると、はい、荷物がたくさん入るように広がる機能がついております。シルエットも2人にアドバイスをいただいて、一番下の部分から上に向かっていくにつれてこうちょっとずつ細くなって、こうデザインが少しすっきり見えるように、うんうん、あの微妙な、はい、シルエットの調整もさせていただきました。大きさは前よりちっちゃいんですか？なので広げた状態だと実は前回のモデルと同じ30リットルまで入るようになっているので、30リットル、はい、こんなコンパクトに見えるのにすごい。これもちょっとあのお二人にいただいた肝入りのアイデアですね、はい、あの逆サイドにも、あのファスナーを追加させていただきます。どっち？しかも見てください、なんとじゃあ右から入れたものを左から出せる、出せる、はい、もうまさにその通り。あと、この背面のメッシュ、の目の細かい本体の生地に見えるメッシュを使っているんですけど、私はここの肩ベルト裏のメッシュも、うんうん、あのこの背中のメッシュと同じものを使わせていただきました。いいですね、なんか運動場とか持ってても石が詰まったりしなさそうあ、はい、覚えてます。ここにちょっとゴムバンドをつけて、この余ったテープが暴れないように、はい、あ、すごい、機能をつけさせて、すっきり、はい、結構見た目重視です。そうですね、本当に綺麗に見えるようにっていうところ、うんうんうん、これめっちゃ好きですありがとう。やっぱあった方がなんかすっきりして見えるよね、ベロベロしてるよりもね。持ち手、なんですけど、生地を全体に巻いて持ち手が垂れ下がらないように、手を入れやすい形状を維持できるように、今回は作らせていただきました。すごいしっかりしてる、ね、はい、持ちやすいよね、持ちやすい。あと昨年好評だったあのこちらのサイドポケットなんですけど、はい、ここのゴムでビヨンと伸びる仕様は、はい、そのまま。ちょっとあの前のモデルより高さを少し低くして、はい、あの全体的にあのペットボトルとかは落ちないんだけれども、あの少しすっきり見えるように。これちゃんとなんかあれですもんね、撥水。そうです、はい、だから、はい、濡れたものも入れても大丈夫な撥水加工の生地を内装に使っているので、折りたたみ傘とか濡れた状態でそのまま入れていただいても中には染みないので。これ めっちゃ私の好きなポイントです。ありがとうトカちゃんが言っていた、はい、あれですね、ペン差し、ここにペン差しを、まあ、今までなかったんですけど追加で付けさせていただきました。いや、ありがたい。こちらのロゴなんですけど、刺繍のロゴを採用させていただきました、はい、少し明るめの、トーン明るめのグレー、うん、今回は内装生地グッズ使わせていただいてます。なんか見やすそうですね。そうですね、うん、中に入っているものが見やすいっていうのが一番のメリットだと思ってます。うん、これは何ですか？これはパソコンやタブレットを収納するスペースになってます。クッション入りのスペースなので、ててわ、ここなんかもちもちしてない？もちもちしてるもちもちしてるよね。ここに、はい、クッションが入ってるので、もうタブレットとかパソコンをそのままケースとかに入れないで入れていただいて大丈夫です、ま、守ってくれます、このクッションが。で、今年のちょっとポイント、蓋になるところが、まあ、そのままポケットの機能もついているんですけれど、はいはい、ちょっとね、サイズを横に広くしてます。じゃじゃーん、今年もセブンティーンダンス部のカラーで作っていただきました。ちょっと全体がコンパクトになったので、ここのチャームも少しサイズを縮小してほしいっていうあの意見もいただいてたので、あの元々のサイズの3分の2ぐらいにちょっとだけコンパクトにさせていただきました。ちっちゃくなった、実は、はい、そこにもわ黒でロゴが入っております。はい、ね、はい、隠れおしゃれみたいなのをちょっとおります。いや、どうですか皆さん、機能すぎません？これ機能すぎますね。もうたくさん収納があるのでね、フルに活用していただけると嬉しいなと。いや、素晴らしい。すごい大量のトートバッグがありますよ。ね、見て、これネズミちゃん、かわいいこれ超かわいい。こっちはいろんなお花柄、ね、ちょっと大人っぽい感じ、かわいい。実は今回漫画部のレイラニちゃんとモンちゃんと私でコラボのトートバッグを作らせていただきました。テーマはその女子高生が好きなものをテーマに書かせてもらいました。可
これがレイラニちゃんで、これとこれがモンちゃんで、これとこれが私です。このトートバッグはセブンティーン読者の皆さんにプレゼントさせていただきます。楽しみにしててください。はい、ということで今皆さんにご紹介したのがこちらのリュックで、こちらが昨年販売した第1弾のリュックなので、ちょっと違うよね、形がね。どっちも可愛いですね。こちらも実は今年販売するので、どちらも第1弾、第2弾、皆さんお好きな方を選んでいただければなと思います。このリュック本当たくさんこだわりが詰まってて、本当にいろんな場面で活躍するリュックだなって思うので、ぜひ皆さん実際に店頭に行って背負っていただければなと思います。今日さくらちゃんのポイントを全部聞いて、うん、もう私も今すぐ欲しくなっちゃいました。嬉しい。自分でも自信を持っておすすめできるリュックになったと思うので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、今回私のポスターも店舗に飾っていただけるということで、ぜひ見てほしいね。はい、見てほしいです。実際に皆さんぜひ一緒に写真撮って教えてください。そしてセブンティーン春号でもこちらのリュックはもちろん、他のリュックもたくさんご紹介する予定なので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。ということで、さくらとみのりでした。バイバーイ。